無人掛けザトウムシ学名バンドナボニーネンシスは、掛けザトウムシ科に分類されるザトウムシの一種。日本の小笠原諸島と中国の雲南省から知られ、ドイツのフランクフルトの植物園からも同種の可能性のあるものが発見されている。掛けザトウムシ科では日本に生息する唯一の種である。和ミの無人は、小笠原諸島の個名、無人島から。かけの意味は不明だが、 この戸川一体のフレシを体の全面で X 字状に交差させているのが特徴とされるため、それに関連する可能性がある。俗名、バンドナはこの俗のタイプ種バンドナパルパリスの産地である。大国のバンドンにちなみ、種小名はボニニエンススのイ。最初に発見されたのは小笠原諸島の父島で、それが1974年に新種として報告された。 このため当初は、小笠原の固有種として扱われたが、2010年に中国の雲南省の高地からも同種が発見され、2012年にはドイツのフランクフルトの植物園、パルメンルテンの温室でも本種に非常によく似たものが発見された。さらに、タイとセーシェールから報告のある無人掛けザトウムシ属のタイプ種バンドナパルパリスと、無人掛けザトウムシとは、 同一種かもしれないとの見解もある。原記載や、ちゃんほかには、本種の形態を描画したわかりやすい図があり、詳しく知りたい場合はこれらを参照するのが良い。体長は3.5から4.0ミ、mm、リメートルで、小さな体に長く発達した4体のふわしがついた、一般的なザトウムシの姿をしている。体は、後方でやや幅広くなる丸みを帯びた縦長の全体は、 ほぼ横長の四角形で、前円中央には前方を向く、小突起を一本、左右前角にはやや外方を向く、小突起を角二本、計五本の突起を持つ。中央の小突起の後方には目球があり、その左右に一個ずつ単眼がある。あと体のうち、第一節から五節までの聖太は融合して縦甲となり東京部と融合する。体ととの境界には、 横層する、弱い、くくれがある。体の地色は、東高色で、東京港は、中央域が、暗褐色、廃校は一体の暗褐色縦体があり、中央と両側部には、東高色の地色を残す。腹部第六節から八節の各節は、横長の背板が、暗褐色となって、横島状に見える。ハサミ角の第一節は短く、球状に膨らみ、 表面には小さなトゲ状突起が多数あり、メスでは端部近くの5側面に他の突起よりも明らかに大きいトゲ状突起が1個あり、オスではメスと同様の大きな1個の突起とともに、それに隣接するやや小さい突起がある。第2節には突起はなく毛の実があり、末端が伸びて末節と対峙しハサミを形成する。フレシは川平田市、多くのトゲで武装した捕獲型で、 普段は体の前で X 字状に交差させている。フレシの元節には1個のトゲ突起があり、点節は覆面に1個の長い突起と背面に2股する四条突起か2個の四条突起を持つ。続く、もも節、ひざ節、形節、節にはいずれも発達した巨子状の突起が多数あり、形節には特に長く発達したトゲ突起が全側面に2本、覆面に1本ある。 ふわしは四体で、それらの元節は、東高色、天節は、淡褐色、桃節から先は、暗褐色で端部のみが狭く、短色になる。第一季節から第三季節までは、それぞれの前園、中央、後園に、計三列ずつの小突起列を持ち、これらは、特に第一季節で強い。第四季節の広角近くにある鬼門は、覆面から見える。産卵管は、 先端が2用になり、背面に3体、覆面に2体の合毛がある。陰形は細長く先端は、やや幅広くなり、腹板の中央に小さい切れ込みがある。背側には、多数の細い棘を伴ったロートがあり、そこからスタイラスが伸びる。スタイラスは両側に狭い浴場部を持ち、先端がフック状に曲がっていて、側面から見ると、くちばしのある鳥のような形に見える。 小笠原諸島では、珊瑚礁状や海岸近くの海浜植物の落葉に、覆われた石の下、樹林内の臨床、屋内の床上などに見られ、雲南省では、石や、レンガの下、廃棄されたタイルの下などに生息し、しばしば道路脇など、乾燥気味の場所にも見られるなど、ザトウム虫類としては、生息可能な環境の幅が、比較的広いと考えられている。 当初より、小笠原諸島から報告された個体のすべてがメスで、あったことから、メスのみで繁殖するタンタメ生殖の種であると、考えられていたが、2010年に、中国雲南省で確認された20個体の中に、オスが1個体含まれており、初めてオスの存在が報告された。しかしその後も、小笠原では、メスしか確認されないことから、同諸島の個体群は依然として、 単ため生殖である可能性が高いと見られている。さらには、父島の離れた4地点から採取された本種17個体について外部形態と遺伝的変異が調べられた結果では外部形態にはほとんど変異がなく、ミトコンドリア DNA の濃い領域と核 DNA の28とな領域の延期配列にも延期置換が見られなかったことから父島の島内においては 遺伝的にほとんど分化していないこともほぼ明らかとなっている。鶴崎はこれらのことを予言していたかのように、小笠原における分布がもし単ため生殖の分布拡大上の利点から成し遂げられたものならば、東南アジアのどこかにもこれと同種の集団が分布している可能性があると述べている。この記述の約20年後、前述の通り小笠原から遠く離れた雲南省の 高知から実際に本種が発見され、25年後には、小笠原の個体群があたかもクローン集団のように、遺伝的に均一な一群である可能性が高まった、ことで、鶴崎の推測は裏付けられた。従って、これまでに判明している、産地以外にも、生息地が存在する、可能性や、入植されたたった1個体のメスの単ため、生殖によって、 小笠原の個体群が形成された可能性もまた否定できなということになった。2012年にフランクフルトにある温帯熱帯植物園、パルメンルテンの温室で本種に極めてよく似たものが複数個体見つかり、バンドナ SP、CF ボニネンシスとして記録された。この学名表記のうち SP はの一種のい CF はを参照のいで 全体で、母人年室を参照すべき、バンドナの一種という意味になるが、よりわかりやすく言うと、無人掛け座糖虫かと思われるが、詳細な検討がなされるまで、種名の確定は保留しておくとの意である。生息環境の状況から、明らかに移入個体群であるとみなされている。一方、1997年に、セーシェル諸島のシルエット島、 ラパスのダウバン湿ッ付近でも似た種が一個体採取されており、こちらはバルセロナ大学のマリア・ロンラ博士によって他方の一種バンドナ・パルパリス・ロイバー1927に同定された。しかし博士はその際の指針で無人掛け座と無種とバンドナ・パルパリスとはおそらく同種であろうと述べたという。 もしこの見立てが正しいなら、無人掛け座と無氏族の基地種は、ビーパルパリスただ一種となり、分布域も小笠原、雲南省、タイ、セイシェルまでの広い範囲にまたがることになる。さらに、フランクフルトの植物園の移入個体群も同一種である可能性が非常に高まり、セイシェルのものも移入の可能性があることから、本種は物資や植物等に付随して、 移動定着しやすい種ということになり、小笠原の個体群についても、その可能性があることは、上記の通りである。カケザトウムシカにはおよそ248族435種が分類されており、そのうちの一族である無人ザトウムシ属バンドナには、無人カケザトウムシとタイから記載された本族のタイプ種、バンドナパルパリスロー九1927の2種のみが、知られている。 無人掛け座頭虫は、メスのハサミ角第一節に、トゲ状の小突起があること、フレシの点節背面に似さした、史上突起があることで、ビーパルパリスと区別されているが、これらの突起には変異もあり、前述の通り両者は、同一種であろうとする意見もある。もし同種とみなされた場合には、学名の選手権のルールから、ビーボニネンシス鈴木、1974は、ビ パルパリスローは1927の異名となり、無人掛け座と無種族には B パルパリス一種のみが残ることになる。人への直接的な利害は知られていない。しかし人為的な物資の移動によって、本種も移動し、侵入先で外来個体群を形成している可能性がある移入個体群の不死を参照。 小笠原諸島のザトウムシ目については、鈴木忠し進むが1974年に、無人掛けザトウムシと港ザトウムシを報告したのが最初とされ、それ以降に記録された2種を含め、これまでに以下の4種が記録されている。かつてはこれらの4種のすべてが、小笠原諸島の固有種とされていたが、上述の通り、父島列島の無人掛けザトウムシが他にも生息する。 ことが報告されたため、父島列島には固有種が知られないことになった。従って、小笠原諸島の固有種は、母島に生息する、マザトウムシ科の3種のみとなる。これらのうち、無人ザトウムシと無人セグロウザトウムシは、禁煙種であることから、同諸島内もしくは、母島の島内で、種分化した可能性があると考えられている。しかし、 母島の3種はいずれも元気祭以降生息が確認されていないという。ありがとうございます。